SAP サービス丸分かり、やるぞ、ライズウィズ SAP 編、BTP で何ができるのを簡単解説シリーズの動画をご視聴いただきありがとうございます。はじめまして、私は SAP ジャパン株式会社、クラウドサクセスサービス事業本部の千葉と申します。本セッションでは、BTP DevOps CICD、自動化された継続的なテストと言いそうというタイトルでお話しさせていただきます。 本セッションは BTP で何ができるのを簡単解説シリーズの第5回目にあたるセッションです。その他のセッションについてもご興味があればぜひご視聴ください。本セッションの構成はこのようになっております。まず CICD とはどのような概念であるかということを説明させていただきます。次に BTP 上で CICD を実現するために 各サービスをどのように構成すればよいのか、一例をご紹介させていただきます。最後に、構成例の中で触れさせていただいた各サービスをより細かくご説明させていただきます。早速ですが、まず CICD とはどのような概念であるかを、この概念が出てくることになった背景とともに説明させていただきます。まず、 CICD という概念が登場することになった背景になります。エンタープライズ領域でのシステム開発及び運用ではビジネスを止めない、そして限られた予算と時間の中で開発を完了させるというこの2つが非常に重要なトピックになります。ビジネスを止めないためにはシステムの安定稼働が必須になりますし、限られた予算と時間の中で開発を完成させるためには効率的な開発を実現し、 品質を落とさずに素早く開発を行うことが必要になります。前のスライドで挙げた2つの条件をブレイクダウンしていくと、システムの安定稼働には開発したアプリケーションのバグの少なさやセキュリティが担保されているか、そして十分に高速に動作するかなどの非機能要件が満たされているかどうかなどが必要な要素になっていきます。また、効率的な開発には、 設計などを効率的に行うのはもちろんですが、テストやデプロイなどのある程度ルーティン化する作業に費やす工数を積極的に抑制していくことが必要になってきます。これらの要素を実現するために CICD、コンティ i スインテグレーションとコンティ i スデリバリーという概念が生まれ、そして PTP 上の CICD を実現するサービスでこれらの 安定稼働と効率的な開発に求められる要素を実現することができるようになります。CICD と一括りで表現することが多いですが、実際にはコンティニュアスインテグレーションとコンティニュアスデリバリーの2つの概念に分かれています。まずコンティニュアスインテグレーション CI についてより具体的にご紹介させていただきます。CI とは、 開発中のアプリケーションの問題をなるべく早い段階で発見し、開発者へフィードバックを行っていく仕組みのことです。この仕組みの構成要素をより具体的にすると、1つ目はソースコードが変更されるたびに自動でビルドとテストを実行し、ビルドだったりテストが失敗しないかということをチェックし続けること。2つ目は もしビルドやテストが失敗した場合、すぐに開発者へ通知を送り、修正を促すということになります。この仕組みを実現することで、どのようなメリットがあるかというと、一つはビルドやテストの実行を開発者に任せるのではなく、自動で行うことで確実に実行できること。そして、それによりテストの実行忘れなどを防ぐことができ、問題をなるべく早いタイミングで発見し、 手戻りが少ない開発が実現できるということです。また、この CI の仕組みを取り入れるということは、テストやビルドの実行を自動化するということが必要になってくるため、これらの手順から属人性を排除することができるようになり、安定的な開発が実現することができます。次に、Continuous Delivery リリについてご紹介させていただきます。 コンティニアスデリバリーとはコンティニアスインテグレーションの概念を拡張し、開発したシステムをなるべく早くリリースしてユーザーのもとへ届けることを実現するための仕組みになります。より具体的にすると、開発したアプリケーションが常にデプロイ可能な状態、つまりビルドやテストが正常に終了し、あとは指定の環境にアップロードするだけという状態に保つということ。そしてもう一つはその手順をすべて自動化しておき、 デプロイする際は管理者がデプロイボタンを押すだけで完了するようにしておくということです。これらの仕組みを実現することで、開発したシステムが素早くユーザーに提供できるようになります。これにより、せっかく開発したものが活用されないというもったいない時間を短くすることができる上に、ユーザーからのフィードバックも早く得られるようになります。また、 デプロイまでの一連の手順を自動化することで、属人性を排除することが可能になり、CI と同様に安定して高速な開発を実現することができるようになります。CI-CD を実現した典型的な開発フローはこのようになります。まず、開発者が変更したソースコードを、ソースコードマネージメントシステム、Git などにプッシュします。すると、 この SCM がその変更を検知し、CICD サーバー、例えば Jenkins ンンや、後ほどご紹介させていただく SAP CICD サービスなどへ通知を送ります。その後、CICD サーバーは変更を SCM から取得し、ビルドとテストを実行しで、もし万が一その工程で問題が発生した場合、開発者へ通知を行います。 特に問題が起こ,な起こらなければ CICD サーバーが開発環境やアプリケーションをデプロイします。その後、検証環境、本番環境へもボタン一つ、もしくは自動でデプロイをしていくという流れになります。ここからは BTP 上での開発を行う際に BTP の提供している CICD 関連サービスをどのように利用していくかという大まかな構成例をご紹介させていただきます。 こちらが BTP 上でのアプリケーション開発を行う際の CICD の構成例になります。まず、開発者は SAP ビジネスアプリケーションスタジオ、BUS という Web 上で動作する IDE を利用してアプリケーション開発を行います。そこで行ったソースコードへの変更を、例えば GitHub のようなソースコードマネジメントシステムへプッシュしていきます。その後、その えー、SCM への変更を、えー、CI サーバーである Jenkins、もしくは後ほどご紹介する、えー、CI-CD サービスなどが受け取り、ビルドやテストを実行し、アプリケーションに問題がないことをチェックします。その後、各環境へのデプロイを管理するクラウドトランスポートマネジメントというサービスに、えー、ビルドやテストが完了したアプリケーションをアップロードし、このサービスから 開発環境や本番環境へのデプロイを行っていきます。さらに、デプロイ完了後、スモークテストなどを行う際は、デプロイの完了の通知をアラートノーティフィケーションサービスというサービスを経由し、えー、様々な作業の自動化を行うオートメーションパイロットというサービスに通知を転送します。そして、このオートメーションパイロットから、 スモークテストをこちらにデプロイしたアプリケーションに対して行っていくという流れを実装することもできます。さらに、これは補足になりますが、デプロイしたアプリケーションのログ管理などを行うのは、アプリケーションロギング、負荷などに応じてスケーリングを自動で行うオートスケーラーなどのサービスも組み合わせていくことで、より本番環境での運用に耐えられるシステムを構築することができます。 アラートノーティフィケーションであったり、オートメーションパイロット、アプリケーションロギング、オートスケーラーなどは、この BTP で何ができるのを簡単解説シリーズの7番目、BTP 運用監視のセクションで詳細に扱っているので、ぜひそちらをご覧ください。ここまでで CICD とはどういったものか、そしてそれを実現するために、 BTP 上ではどのようなサービスを組み合わせていくのかという話をさせていただきました。ここからは、これこ,こまでの構成例を踏まえて一つ一つのサービスをより詳細にご紹介させていただきます。まずご紹介させていただくのが SAP Continuous Integration and Delivery というサービスです。このサービスは BTP 上で CICD を支援するサービスの一つで、 CICD を実現するためのパイプライン、流れを簡単に構築することができるサービスです。このサービスは SaaS、ソフトウェアアズアサービスなので、ご自分でインストールするなどの手間をは、えー、省けて、すぐに使い始めることができます。また、CAP、Cloud アプリケーションプログラミングモデルや Fiori などのアプリケーション向けのパイプラインがすでに用意されていて、 それらを利用するだけですぐに CICD パイプラインを実現できます。使い方の一例として CAP プアプリもしくは Fiori アプリ向けの CICD パイプラインが挙げられます。CAP や Fiori の事前定義パイプラインを利用し CICD パイプラインを実現した場合、まず開発者がソースコードへの変更を行います。そしてそれを自動で CICD サービスが検知し、 この CICD サービスの中でテストであったりビルドを実行します。この際、テストやビルドの実行の結果を開発へ通知をすることもできます。そして、準備ができたアプリケーションを直接クラウドファンドリーなどへデプロイを行うというところまでの一連の流れをこのサービスで実現することができます。 次にご紹介させていただくサービスは、プロジェクトパイパーというものです。こちらはサービスというよりも、ジ e n k i 向けのライブラリであったり、BTP 上でのアプリケーション開発時に非常に有用なツールが含まれたようなツールキットになっています。基本的にはジ e n k i 向けのパイプラインとして利用するため、ご自身でジ e n k サーバーを立ち上げインストールしていただくか、 もしくは、プロジェクトパイパーが提供しているツールを利用して、すでにこのライブラリが導入されている Jenkins を立ち上げていただく必要があります。このライブラリにどのようなものが含まれているかというと、まず、BTP 向けのアプリケーション開発に利用する CI-CD パイプラインをクイックに構築するための Jenkins でいう各ステップが含まれています。例えば M、MTA ビルド であったり、クラウドファンドリーデプロイであったりといったようなステップが含まれていて、これらをパイプラインの定義から利用することで、簡単に MTA のビルドであったり、クラウドファンドリーへのデプロイといったことを行うことができるようになります。また、こういった細かい単位でのステップだけではなく、CICD サービスと同様に事前定義のパイプラインも含まれていて、 このパイプラインをそのまま利用する、もしくは若干カスタマイズすることで、簡単に CICD パイプラインを実現することもできます。もう一つの特徴としては、各ステップが基本的にはコンテナ内で実行されるということです。そのため、Jenkins サーバーを実行している環境から Docker を利用するできるようにさえ設定しておけば、 例えば、クラウドファンドリーへのデプロイを行う際に利用する CF コマンドなどをインストールする必要がなくなります。前のスライドで紹介させていただいた CICD サービスとの一番の違いは、パイプラインの柔軟性です。CICD サービスでは基本的に事前定義済みのパイプラインを利用することになります。もちろん、これは非常に簡単に使い始めることができるというメリットもあるのですが、 より細かく設定を行いたい。例えば、キットのブランチごとに違うテストを実行するなどのパイプラインを実装する場合は、Jenkins と Project Piper の利用をすることになるかと思います。次にご紹介させていただくのは、移相コンティネスデリバリーに当たる部分を担う SAP Cloud Transport Management というサービスです。CTMS と略させていただきますが、 こちらのサービスは BTP 上での移送管理サービスになります。CTMS では環境間の移送、例えば開発向けのサブアカウントにデプロイしたものを本番向けのサブアカウントにデプロイするなどの移送の管理を Web の UI 上からの操作で実行することができます。この際、アプリケーションのアーティファクト自体は CTMS 上に保存されているため、 例えば何か問題があった際にすぐに CTMS 上から前のバージョンへの切り戻しなどを行ったりすることもできます。また、移送に関連した操作を監査ログに残しておくことができるほか、BTP 特有のアプリケーション、例えばクラウドインテグレーションの iFlow なども移送することができるようになっています。使い方の一例として、CI-CD サービスでビルドとテストが完了したアプリケーションを ctms へアップロードし、そして開発環境へ自動でディプロイをする。そして問題ないことが確認できれば、こちらの ctms 上の,の UI からボタン一つで本番環境へディプロイをするという流れを上げられます。この際、構成例のスライドでも触れさせていただきましたが、ディプロイ完了の通知をアラートノーティフィケーションサービス経由でオートメーションパイロットへ伝え、 正常に動作しているかを確認するスモークテストなどを自動で実行することもできます。最後に、補足的にはなりますが、TriCentis というツールもご紹介させていただきます。CICD を実現するためにはテストの自動化というものが必要になります。TriCentis はテストの作成と自動実行、さらには付加テストであったり変更インパクト分析、 つまり変更に対してどこをテストすべきかというところを分析してくれる機能なども含まれたツールになっています。フューリア,アプリケーションなどのウェブのテストだけではなく、SAP GUI などのテストも作成することができ、さらに細かいテストスクリプトを書く必要がなくて、画面上での操作を記録するであったり、ボタンなどの部品を認識してそれらをクリックするなどの動作を決めていくことで、 テストを作成していくことができます。さらに、テストの実行を複数の端末上に分散させて実行させたり、Jenkins からのテスト実行を行うこともできるようになっています。使い方の一例として、f i o r i アプリケーションのエンドトゥーエンドのテストを t r y s e n s で作成し、検証系のアプリケーションのデプロイ後、自動で えー、e2e、エンド2エンドのテストを実行し、結果を開発者へフィードバックするなどといった流れが挙げられます。以上が BTP で提供している CICD を実現するために使える主だったサービスの紹介になりました。最後に本セッションの内容のまとめをさせていただきます。 エンタープライズ領域でのアプリケーション開発にはシステムの安定稼働と効率的な開発という2要素が重要で、それぞれを実現するためにはシステムの品質を保ちつつも開発を素早く進めていくということが必要になります。それぞれの要素を実現するために CICD という概念が提唱され、BTP 上では CICD サービスであったりプロジェクトパイパーなどの利用、 そしてテスト自動化のためのトライセンティスなどを利用すること。また、クラウドトランスポートマネジメントなどを使ってデプロイに費やすコースの削減などを図っていくことで、これらの要素が実現できるということをご紹介させていただきました。以上で本セッションは終了となります。ご視聴ありがとうございました。